お願いいたします。どうぞ。はい、NHK 高橋です。北朝鮮の移転関連で質問します。短距離ミサイルを今朝短距離ミサイルを発射しましたけれども、現時点までに日本政府が把握している情報についてお願いします。本日北朝鮮がウォンサン一帯から日本海方向へ弾道ミサイルではなく、地対艦ミサイルと推定されるものを数発発射したという韓国合同参謀本部がこれ報道しますけれども、そのことは承知をいたしております。はい、それの NHK 高橋です。発射されたこの地対艦ミサイルが何発だったかということと、あと飛距離などの分析は進んでいるんでしょうか。当然そうしたことについては今関係諸国と検討しているところです。はい、今回北朝鮮の抗議は行っていないのかということと、行っていないとすると、その理由について、まずですね、今回の地対艦ミサイルと推定されるものについてはですね、我が国の領域や排他的水域に落下するようなミサイルは確認をされていないということ、それと我が国の安全保障に影響を与えるものではないということであります。まあ、そういう中で、我が国としてはこの従来より北朝鮮の行動、国際社会の動きも踏まえつつですね、政府としては適切に対応してきているわけでありますけれども、抗議を行うようなものではないと考えています。はい、これまでは弾道ミサイルの発射を繰り返してきたわけですけれども、今回、この地対艦ミサイルを発射した狙いということについてはどうお考えでしょうか。関係諸国と連携しながら分析をしているところです。はい、朝日新聞からはです、本日 NSC ですとか朝の長官の緊急会見とかありませんでしたけれども、これも同様に安全保障上特に影響がなかったから開かなかったということなんでしょうか。政府としてはそうです。はい、一点確認なんですけれども、先ほどそのミサイル数発発射と報道されているが承知しているというお話だったんですが、これは報道を承知しているという趣旨なのか、それとも日本政府として発射の事実関係をきちんと把握しているという意味だったのか。個々の具体的な情報の内容についてはコメントは控えたいというふうに思います。最大の関心を持って注視しています。はい、はい、話題変わりますが、沖縄の米軍普天間飛行場の辺の建設の関連でお伺いします。沖縄県の尾長知事が昨日、国を相手取った工事の差し止め訴訟を起こし表明しました。その受け止めと、政府として今後どう対応していくかのお考えをお伝えください。まず知事が議会に議案を上呈することを、表明したことに過ぎずにですね、これからは沖縄県内において議論されるべきものであると思いますので、現時点において政府としてコメントすることは控えたいというふうに思います。その上で申し上げれば、本件事業を進めにあたって必要となる法令上の手続き、これについては漁業法等を所管し、沖縄県漁業調整規則を認可した水産庁などに確認の上で、防衛省において、ここは適切に対応しているところです。そして、加えることを先般の最高裁の判決ではですね、尾長知事が行った埋め立て承認取り消し処分が違法であるという省の判断がこれ確定しています。知事も裁判の過程において行政の長として裁判所の判断には従うという明言をしてきました。そして、国と沖縄県が昨年3月に合意した和解条項、これにおいても判決の処分及びその理由の趣旨に
従って互いに協力せずうちに、対応すると、まあ、こういう合意があるわけであります。こういう合意があるにもかかわらず、尾長知事がこうした行動に出たわけであります。極めて残念であると言わざるを得ません。我が国は法治国家であります。最高裁判決及び和解の趣旨に従い、今後とも国と沖縄県で双方が互いに協力して誠実に対応し、辺野古における工事を進めていきたい、こう思います。はい。読売新聞の会議です。そうしますと、今、長官からも言及がありましたが、知事には、かつての裁判でですね、最高裁の確定判決には従うとしていたわけですけど、この再度、そうした中で、法廷等々に再び持ち込もうとする趣向はですね、この和解条項の合意事項には明確に反していると捉えています。極めて残念であると言わざるを得ないし、確定判決であり、また和解条項があるわけでありますから、そういう中でですね、再び訴訟を提起する方針を表明したことは極めて残念と思います。はい。新聞の対応です。これからまた議会での対応というのを取っているわけですけど、仮に、訴訟が実際に提起された場合にですね、この工事への影響というのはどう出てくると見ていますか。政府としてはですね、引き続いて産業の安全に十分留意してですね、関係法令に基づいて自然環境や住民生活環境、ここに十分配慮しながら、そこは進めていきたいと思います。はい。東京新聞の記者です。外部あります。核兵器禁止条約の関係ですけれども、近く会合が再開される見通しですけれども、日本としては不参加を表明しているわけですが、改めてになりますが、その不参加の理由とですね、次回の会合への出席欠席含めた対応をお願いします。まず核兵器のない世界を実現するためには核兵器国の協力が必要である、核兵器保有国の協力が必要であると思っています。それにもかかわらず、本交渉にはいわゆる5カ国、この保有国、米国、英国、フランス、ロシア、中国、これの関与、出席が得られておりません。このような環境の中でですね、核兵器のない世界に、さないだけでなく、核兵器国と非核兵器国の対立を深めて、かえって、核兵器のない世界を遠ざけるものになるのではないかというふうに思います。こうしたことを総合的に考えて、我が国としては、交渉参加することは考えていないということであります。はい。関連ですけれども、日本被団協ですね、先に交渉参加を求める決議をされました。不参加についてはですね、被爆国の責任放棄という主張をされているんですが、こうした被爆者の方々にどのように理解を求めているのでしょうか。まず被爆者の皆さんの思いというのは極めて、貴重なものである、そして重いものである、ここは考えております。そうした声を受けて、現実的な結果を出すためにどうするべきかということを真剣に、そして十分に検討した結果、政府の対応を決定したものであります。我が国としては、核兵器不拡散条約、包括的核実験禁止条約など、核兵器国こと非核兵器国が協力できる枠組み、分野において引き続き精力的に取り組んでいく所存であります。今後とも国内外で、こうした我が国の一貫した考えを理解いただけるよう丁寧に説明していきたい、こう思います。はい。最後に1点なんですけれども、次回の会合は7月7日まで開かれるようですが、条約のですね、採択をこの中で目指すべきであります。採択を目指す合意がある中でですね、日本政府として、前回の会合で言えば、ハイレベル会合で日本の考え方というのを示したという経緯もありますけれども、次回の会合の開催にあたってですね、日本政府として何らかの その声明ですとか意見というのを表明するようなお考えでもありましょうか。本件交渉会議のあり方は、核兵器のない世界の実現に資さないのみならず、核兵器国こと非核兵器国の対立を一層深めるという意味で逆効果にさえなりかねない
我が国の立場に合致しないわけでありまして、我が国の一貫した立場はすでにさまざまな会合で申し上げております。いずれにしろ我が国として交渉会議に参加することはないということです。はい、光栄。弾道ミサイルではなく、地対艦ミサイルと推定されるものを数発発射したという韓国合同参謀本部がこれ報道してますけれども、そのことは承知をいたしております。はい、ところです。はい、ただね、今回北朝鮮の抗議は行っていないのかということと、行っていないとするつもりについて、まずですね、今回の地対艦ミサイルと推定されるものについてはですね、我が国の領域や排他的水域に落下するようなミサイルは確認をされていないということ、それと我が国の安全保障に影響を与えるものではないということであります。そういう中で、我が国としては、発射されたこの地対艦ミサイルが何発だったかということと、あと飛距離などの分析はしているんでしょうか。当然そうしたことについては今関係諸国と検討している。お願いいたします。どうぞ。はい、NHK 高橋です。北朝鮮の以前関連で指摘します。短距離ミサイルを今朝短距離ミサイルを発射しましたけれども、現時点までに日本政府が把握している情報についてお願いします。本日北朝鮮が龍山一帯から日本海方向